はいどうもこんにちは、カジマークです。やっと来ましたカメラバッグと言っても、さらにこの撮影が終わった後、編集して動画公開する頃には発売から結構経ってることかと思います。でもね、そう今ご覧いただいた通り、もうすでに開けて使い始めてます。まだそれほどガッツリは使えてないんですけど、今僕の感想としてはやっぱり間違いない。これはカメラバッグ迷いの森をさまよってる人にとどめを刺すようなバッグだと思います。はい、それでは始めていきます。今回ご紹介するのは健康アウスターカメラボディバッグ、ジェット台付けモデルフォトウォークです。はい、情報ありすぎてどこから話せばいいのかってところなんですけど、あのジェットさんがあの健康トキナーさんとコラボしたバッグっていうだけで、フォトウォーク好きならもう買わざるを得ないわけです。僕もちょこっとだけカメラをかじってるわけなんですけど、結局いつもカメラ動画やスマホ動画でサンプルをつけているのは、はい、そう、街ブラ撮影、そういうのが好きなんですね。過去それに見合うようなバッグをいくつか買ってきたんですけど、ジェットさんがついにそれ用に手掛けたわけで、言い換えればジェットさんがわがままに使いやすいように作ったバッグ。いや、もうこれ僕らからするとありがとう以外の何物でもないんすよ。結局バッグって物を入れて持ち運ぶものなんで、その用途も見た目もサイズもパッと見さほどびっくりするような違いはないんです。でもだからこそ、ちょっとした工夫やちょっとした知恵、経験から来る機能を搭載することで、その使い勝手は飛躍的に変わってきます。そしてそれが果たして今この動画ご覧いただいているご自身に合うものかどうか、今回皆さんの判断材料になればと思ってます。それでは詳細見ていきます。今回ご紹介するこのバッグ、 SNS 上では例のカメラバッグの愛称で親しまれてるんですけど、コンセプトとしては気軽にカメラを持って運べるカメラバッグ、ほんと日常使いにサクッと物を入れてサクッと持って出かけられるようなイメージでしょうか。収納例なんかも Amazon の販売ページに載ってるんで、ぜひご参考にしていただきたいんですけど、はい、このサイズわかります？大きすぎず小さすぎず、外寸は 350×170×160mm、 重量は 540g。 でも実際持ってみるとかなり軽く感じます。で、素材は撥水性防音性に優れた TPU ナイロン。はい、外観はこんな感じ。ぐるっと回すと、はい、こんな感じです。ブラックなんでちょっとわかりにくいですかね。で、まずはこのベルト、はい、これわかりますかね。いきますよ、せーの。はい、こんなスムーズに長さを変えれます。戻す時も同じく片手で楽々ワンアクションで長さ調整できるクイックアジャストベルト。いや、これは絶対便利。このベルトの長さ、結構変更するシーンの多いカメラバッグにはぜひ欲しかった機能。ちなみにこれ、はい、脱着できます。これどういうことかというと、片手で上げ下げできる機構、これ右掛け左掛け向きが変わってくるんですけど、脱着できるんでどっちにも対応できるんですよ。左利きの人にも安心だし、いや、どっち利きであっても好みやシチュエーションで右掛け左掛けが変更できるっていうこと、いや、ほんと素晴らしい。そして本体を見てみると、まず目を引くのはこの斜めジッパー。ここはあえて、はい、すごい薄いものしか入らなくできてます。クリーニングクロス専用的なポケットらしいです。さっと入れてさっと出せる感じで、その上にもう一つポケットがあります。ここには財布やスマホが入ります。そして両サイドにもジッパーがついてます。はい、ここはパックリ開いて中がメッシュポケットになってます。で、この反対側、こっちを開けると、はい、これわかります？後で入れてみますけど、なんとドリンクホルダー搭載、ペットボトルがすっぽり、しかも他の収納物と干渉しない独立してる場所なんで、水滴とかの心配も無用。フォトウォークって文字通り歩くわけで、水分補給用に嬉しい機能ですよね。はい、ちなみにここジェットさんのサインロゴも入ってます。そしてメインの開口部、こっちが手前、つまり開口部は手前から向こう側に開くようになってます。そう、普通のバッグと逆ですよね。でもカメラを出し入れするなら、この方が扱いやすいということ。で、内装は中のものが探しやすい赤。もしこの内装が暗い色だと、本当に迷子になります。黒い内装に黒いものを入れると、そこにあるのに見えなかったりするんで、この内装が明るいということは重要です。で、もちろんカメラバッグなんで、クッション性も高め。で、さらにこの間仕切り。
はい、これが4枚ついてるんですけど、はい、わかりますかね？この上の部分、はい、パカッと開くようになってます。ここにレンズキャップ入れておけるんですよ。いや、レンズキャップ、いつも置き場所迷った挙句、バッグの中に入れたり、外ポケットに入れたり、あるいは自分のポケットに入れたりと、その居場所がいつも定まらない。結果カメラをしまうとき、あれどこだったかなって、無駄に探し回ったりすることないですか？でもこういうここって決めた場所があれば、ほんとわかりやすい。いや、ほんとこれは素晴らしい。ってことで今から、一回どれぐらいのものが入るのか、試しにやってみたいと思います。いきますよ。せーの。はい、こんな感じ。思ってた以上にたくさん物が入りました。まずはこれ。はい、ドリンクホルダーはこんな感じ。抜き差しも結構スムーズです。で、次にここ。レンズクリーニングティッシュ。そしてクリーニングクロス。次にこっち。はい、これがモバイルルーター。そして各種ケーブル類。次にメインポケット。はい、見えますかね？こんな感じで入ってます。まずは大きめのモバイルバッテリー。そしてこれが、はい、ゴドックスのフラッシュ。そしてブロワー。パナライカ1260のズームレンズ。オリンパス40-150のズームレンズ。そしてこれ、はい、GX7 Mark III。で、さらにこれ、はい、わかります？これ。アップルペンシル。ってことは、はい、実はなんと、この手前のポケット、ここね、なんと iPad mini が入っちゃいました。ただこれ入れたら結構パンパンなんで、スマホとか財布は入らなくなりました。あ、でもまだ入ってた。はい、このサイズの小銭入れ。いや、結構入りましたよね。あ、いや、これわかります？こんなにたくさん入っちゃいました。いや、普段はこんなに詰めることもないと思うんですけど、最高これぐらいまで入るなら、もう僕の撮影機材に関しては十分です。何か減らせば、コンデジ程度は十分入るし、小さいバッグなのに、間仕切り4枚もついてくるんで、もっと細かい小さいものを、小さく間仕切ったバッグにたくさん詰めることもできます。はい、こういうバッグ欲しかった方も多いんじゃないでしょうか。説明欄にリンク貼っておきます。どんどんチェックしてみてください。今回ご紹介したこのバッグ、実は1個おまけがついてきます。それがこれ、はい、ジェットさんのアイコンがプリントされたレンズクロス。いや、どうすか。いや、これは使いたいけど使えない。使いたいんですけどね、別で販売してほしい。っていうことで、これを買うとこのバッグがついてきます。あ、違う違う、このバッグを買うとこれもついてきます。でもね、ほんとこのバッグ、僕なんかよりガチカメラ好きの皆さんにもぜひ使ってほしい。そして逆に、僕程度の万年素人にこそほんと扱いやすいと思いますんで、よかったらどんどんチェックしてみてください。健康アウスタカメラボディバッグ、ジェット大輔モデル、フォトウォークのご紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。